はい、どうも、船長の竹です。今回からね、動物の森のハッピーホームデザイナーやっていきたいと思います。ただ、もう結構進めておいたんですけど、はい、こんな感じで僕の町がありまして、町って言ってもまあ発展途上で、ここは僕が働いているたぬきハウジングですね。いわゆる不動産屋ですね。そして、ここに作ってあるのが、これなんだっけ、これ病院かな、確か違うかな、忘れた。これが学校ですね。はい。僕が作りましたね。これは喫茶店っていうか、食堂ですね。僕が作りました。これがショップですね。はい。なんかお店ですね。あ、ショップから入っていきましょうか。ちょっと今回は紹介をまずしていこうかな。本当は家作るところでもいいんだけど、それ長くなっちゃうんですよね。結構時間かかるじゃん。これ全部俺がこれ作ったんですよ。こんな感じでお店ができてるんですよ。ほら、なかなかいいじゃないですか。まあ、コンビニと駄菓子屋が混ざったみたいな感じのお店ですね。はい。こういうね、ちゃんとジャンク品コーナーみたいなのも作りましたね。はい。ワゴンセールみたいになってるんです、一応。はい。で、まあ、ATM がちょっとあるんですけど、ちょっとこのカエルのせいでいけないですね。はい。まあ、こんな感じ。ローソンに近いね、なんかね。店員の服装がね。そして、次ですけど、次はね、食堂行きましょう、食堂。ちょっと見づらいよね。直撮りでね、すごい今、直撮りの角度がね、難しくて。しかもテーブルが狭いから、うまく撮れないんですよ。だからね、3DS の角度調整が難しくてね。よいしょ。これね、ちょっと三脚の向きを変えます。ここですね。はい、こんな感じ。はい、OK。これが食堂になります。食堂はもう僕が作ったんですけど、はい、ここに絵がワンポイントであって、あとはまあ、いたって普通ですね。ほら、ここにこういうのを置いて、まあ、ほんと普通、これは。特に、ね、ドリンクサーバーみたいなのもあって、まあ、普通ですね。ちょっと、ひねりがなかったかな。そして、まあ、学校も一応作ってあるんですけど、学校はね、割とモダンにしてる気がするんだよな。どっちかっていうと、予備校に近い感じの雰囲気にしましたね、確か。小学校っていうよりも、ほら、下が絨毯みたいな感じ。予備校とか、ちょっとしたセミナー、てか、ゼミナールみたいな、ゼミナールわかんないけど。こんな感じの。ほら、ちょっと防音にして。ね、なんか、ちょっとした貸し部屋みたいな感じかな。で、まあ、至ってシンプルで、みんなのね、机の上にはね、なぜかフルーツを置きましたね。これはちょっと失敗かな。ほんで、後ろにもちょっと、こう、ロッカーとかあって。ほんと、ちょっとシンプルだね。なんか、攻めてないよね。学校ですね。学校もまあ頑張ったね。はい。で、これ問題の病院なんですけど、病院がね、僕ね、めっちゃね、作りたくなくて、病院とか別にどうでもいいから。だから、ちょっと適当にやりました。本当に。必要なものだけ並べてみたいな。はい、病院ですね。もうみんな風邪ひいてきてますね。残念な限り。受付がね、無機的にちょっと変な感じになっちゃってるな。受付に誰もいないっていうね。まあちょっと、ひどいんですけど、まあ、まずね、こっちのちっちゃい方の診察室なんですけど、別にこの町に病院作る気なかったのに、なんか作んなきゃいけなかったから、反抗しました。はい。ほら、医者とかいて、ほんと嫌なんですよね、こういう感じ。はい、これで、UFO キャッチャーとか置いちゃったりね、はい。テレビ、でかいテレビ置いたり、舐めてますね、完全に。そしてね、まあ、待合室もね、一応作ったんですけど、これはもう本当に、もう必要なものを置いただけっていう。あ、こいつが邪魔でいけないっすね、そっちには。ここを通ればいけるか。結構人が邪魔でいけないとこはあるんだね、人っていうか動物たちが。まだね、あんま仲良くなってる人いなくて、まあ、静江さんと恋愛が育まれてるぐらいかな。はい、こんな感じでちょっとね、いわゆるラブホテルを意識しましたね、これは完全に。はい。こんな感じで。もう病院ではないですね、これは。確実に。OK。通るのが大変だな、ここ。まあ、ここはもう来ないでしょう。行けないし。こいつ邪魔じゃん。え、帰れなくなっちゃったけど。どこ通ればいいん、これ。あ、こっちから通ればいいってこと？邪魔だぜ。よし、ちょっと腕痛いな、これ。ちょっと場所が悪いな、これ。
もしこうしよう。さあ、これからね、こういう人たちに話しかけていくと、いろんなみんな要望あるわけ、こういう人たちは。ほら、お家でも庭でもピクニック、そんなとこに住みたいなとか、この人だったら、この人だったら、自慢のコーヒーを振る舞う、小さな喫茶店を開きたいなと。まあ、こんな感じでみんなね、要望があるんで、その人に話しかけて、まあ、いわゆるプランニングをしていくという感じ。プランニングってかなんか、デザインをしていくという。ホームデザインができるっていうね。まあ街とかもうね、何軒も家作ってあるんですよ。うん。ちょっとね、今回は直撮りなんで、ちょっとよくできないと思うけど、こんな感じで、いろんなお店があって、こっちにもいろいろ、お客様の家に行くにはそうだね、リストから行かなきゃいけないっていうね。まあ行かないけどね。リストもあるんだけど、ちょっと見る？ちょっと待って、リスト。今俺が作ったのが、こんだけいます。はい。結構やってるでしょ。もうね、多分時間で言うと6時間ぐらいやってるんじゃないかな。そんなやってないかな。でも結構やったよ。普段ゲームやんないけど、結構ね、これは楽しいですね。動物の森よりも楽しい部分も多い。てか、動物の森で家のあのデザインをするのが好きな人、自分の家をなんかいろいろしていくのが好きな人が、もう専用ですね。はい。まあ、釣りとかはないけど、うん。あとお金稼ぐっていう概念があんまないかな、確か。これね、この、ストーリーには。まあ、いい感じの街で。まあ、僕が気に入った、ショップまだ見せてなかったっけ？あ、見せたか。ショップっていうか、あれか。ここが一番お気に入りかな？ちゃんと作っ、一番ちゃんと作ったかな？ここは。ちゃんと作ったっていう言い方はおかしいけど。うん、こんな感じ。なんか、たまごっちみたいなやついるの。こいつ、なんだ。画面が見づらいな、これは完全に。本当はね、編集ソフトで、アビルティだっけ？わかんない。そんな感じの名前の編集ソフトを使えるようになれば、こういう左下、この部分に、瀬戸康史の実況みたいに、顔を入れたいんですよ。瀬戸康史とかと、マスオとか、ヒカキンもやってるか。こんな感じに、ここに顔を入れて、実況すればさ、見る人も見やすいじゃないですか。そういう風にしたいんですけど、ちょっと今のところ、カメラはあるんだけど、編集ソフトの、ちょっと、使い方がわからなくて困ってます。はい。ということでね、これから追加してもやろうかな。はい、以上、最低編集でした。まぁ、ちょっとこれから実況もしていくんでね、よかったら皆さん、どんどん、してください。これはちょっと、うん。今回の動画はひどいけど、今度からちゃんと作るんで、よろしく。ということで、バイバーイ、バイバーイ、手振れないの、こいつ。バイバーイ。後ろ向きかよ。はい、バイバイ。Please subscribe.